あ、でも最近レシートをたくさん入れるとメリットもあるんですよ。うん、どんなメリットが気付けれる？いや、例えば飲食店に行くじゃないですか。わかった、ちり紙だ。違う、たくなる。飲食店でやっぱそのお会計の時財布出すじゃないですか。うん。そしたら財布なんかってもう店員さんも見えちゃうじゃないですか、やっぱ自然と。あ、まあまあまあ多少は自然とで、うん、そこにレシートが大量に入ってたらもう、うん、普通にくれるっていう、勝手にくれる。そう、たまになんか渡さないところもあるじゃないですか。なんかレシートいりますかじゃなくて、ありがとうございましたみたいな。レシートくれない人もいるんですよ、やっぱ。うん、だからもう財布たくさん入ってるからもうレシートくれるっていう。あー、なるほどなるほど、確かにレシート、そうですよね。そう、たまにくれないとき、そのメリットがあります。あー、やばい、どうしよう、僕店員さん側だったら、あ、この人レシートいっぱいあるしもういらないかなと思って。いらないかな、ないでしょういらないかなみたいな、ならないかな。キーガン、やば、離れ、キーガンだよね、僕だよね、これ。あ、でも僕、やった南来ましたよ。ただカウボーイと被っちゃうな。これの方行こう、これの方行きます。工場来てもいいですよ。あ、オッケー。まあでもこれで稼げそうな気はする。鬼没、あと10。はい、これは無理だな。よいしょ。あります。おーい、もう一個あんのこれ。工場来てほしいな。これ取ってたんだ、この窓枠。工場来てほしいな。工場行きますよ、飛びしたいな。ただまっすぐ行けるかな。ギリかも、今3いた。なさん、入り口のところ来てほしい。はい、うん、ギリ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 間に合う。あー、鬼没、鬼没。でもこっち、うん、でも一応入ったから、カウボさんが。ボロないですもんね。うん、打ち抜かれる可能性も。うん、カウボさんの粘着、これどこがいいですか。いや、そこはもうクモポジぐらいしかない。うん、あー、クモ、多分タンコと一緒に助けようでいいんじゃないかな、これ。あ、オッケーオッケー、カウボさんゲット。何チェイスしようかな、そしたら。ギリギリ、ナイス、うまい。で、炭鉱さんが、あ、これが炭鉱さんが死ぬ。釣りますね、多分。僕はもうちょっと離れちゃいます。はい、ホヤー新規で回そうかな。ホヤー新規行きます。はい、炭鉱切るぞ。ナイス。お、でかい。あげて。いや、炭鉱。一旦破壊さるか。ちょっと。炭鉱少し狙って。一旦箱あさり。うまっ。お、いいね。あー、距離近いな。うまー、この炭鉱の人。あと、暗号機どこだ。別に、あ、山、僕だもんな、これ。離れます。うん、でもカウボさん90いけるし。うん、逃がせてはいるから。ただそろそろ瞬間が溜まって、僕が狙われてもちょっときつい。上振りなかったですよ、板割り早かった気がするけど。あ、遅い、右下だ、これ。右下？右下。
こ。飛ぶよね。そりゃ飛ぶよね。一旦立て直します。はい。あ、フラホ。発動できてないか。何割でした小屋。小屋でも全然ですよ、3割とか。で、地下室。一緒に助けようかな。ちょっと地下離れられなかったな。うん、いいですよ。まあでも小屋の暗号機は回せるようになったのか。いや、これどうしよう。一緒に助けようって、炭鉱とカーボの方がいいか。うんうんうん。これ記録取られるんだったらもう3人でいいか。うん。あ、炭鉱さんが開きの引き継ぎをしてますね。下で治療しません？二人。あ、治療。あれ？あ、OK。あ、治療できる、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 できる。片方食らってもいい。いや、もうこれ無理やり組む。あ、ナイスナイス、でかっ。階段で治療できた。沼さん、左にずれてほしい。ちょっと待って。あ、OK。壁する、壁する、沼さん。いや、これ、あれ。治療。いや、ナームさんの立て直し、これ、でかいですね。これ、9割でいいかな。9割で僕が行く。うん、沼さん、開き、沼さん、開きってほしい。あ、開きか。あ、それでいける。開きの方が。確かに。どっちかしか守れないから。で、炭鉱の方見るんだったら、一緒に助けようぜ。炭鉱さんが、ああナイス。これまた一回引こう。うん、九割で良さそう。で、炭鉱さんも暗号機も全然九割でいい。あ、炭鉱さん一緒に行けるかなそれ。いや、あ、いや、一人でいい、一人でいい。あ、でも炭鉱さん記録取られたから一緒に行ってる。うまっ。わ、やば、落下だ。いや、でもね、炭鉱行ける、炭鉱行ける。これ間に合うか。間に合う、間に合う、この距離なら。スタン。あー、ただ、記録取れちゃった。炭鉱ダウンはまだ。カーボ出れないよね。記録取られちゃってるんですよね。あっちが6割ぐらいだから、ここ待った方がいいな。惜しい。よく話せてるかな。これは話せてる。え、僕釣るんだ。え、これカーボン逃げられんじゃない？あ、強い。うまっ。さあ僕飛び。カーボン釣り行きましたよ。でもカーボン切れないかな。いや、這いずってた。あげちゃうあげちゃう。オッケー。え、うまっ。どうどうどう。え、どこ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 。え、すごっ。え、なんか上がった出れた出れた出れた。で、記録も結構使ってたんじゃないかな。うん。さあ、僕の瞬発力強気でいきましょう。両限と開けてる、うん、記録取られてもいいかも。ダン。どうですか。あ、沼さん逆ゲート走ろう走ろう。 OK。 瞬間ありますよね。瞬間ある。もうこれ耐えましょう。あっち、あっち飛んだ。いや、沼さん、あの、別れましょう、別れましょう。オッケー。僕たち付き合ってたのに、そんな、急に、急に別れましょうなんて。宝箱は去ろう。行けない。あっち、あ、開いてますよ。うん、なんか開いてる。炭鉱さんが粘ってる感じ。一回出てくれてましたね。なるほど。まあでも僕出れるようアピールしときます。大丈夫だよって。僕追えそうな雰囲気出しときます。あ、でも出す必要ないんじゃないです。いや、僕肘当てあるんで。あ、そういうことか。
はい。おお、びっくりした。びっくりした。ナイス。いやー、これみんなすごいな。すごいの、まさか通じすると思わなかった。いや、僕はね、全然すごくなかった。これね、周りの人がすごかった。記憶力いい方なんで、なおさんが記憶力がいい、あの旅行の時に素手で髪染めしてきて、やめてそれ、真っ黒ちゃんと使いました、動画でちゃんと、うん、言わなくていいんですよどうしたのかと思っちゃいますよ。なんか緊急事態なのかなと思って。いろいろ緊急事態でしたね、あれは。手も、真っ黒でしたね。真っ黒でしたね。素手でやっちゃダメなんですね、髪染めって。そう。沼さん知ってました？僕知らなかったです。あ、よかったよかった、一緒一緒だ。まだしたことないんですよね、髪染め自分で。僕も知らなかった。あー、なるほど。それで、いや、僕は知ってた。2回目素手でやったの。2回目、何やってるんですかそれは。1回目で黒くなんなかったんですか？いや、なりますって。確かなったかな。なりました。そう、忘れてた。手袋でも髪流すとき、どの道手袋外すしって。天然だ、ド天然だ。沼さんにはやりたくない。ド天然だ、ド天然。はい、ここもらう。やでーす。しか、しか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 。あー、しか久しぶり。画家だから、そうだね。うわー、ナイス。あの衣装はなんか久しぶりに見る人かもしれないな。なんか鹿って衣装で結構わかるんですよ。もう愛着がある人が多いから。鹿のっていうキャラクターにがもう同じ衣装しか使わないんですよ、鹿とかに。これ鹿に確定機ありじゃないです？あり、もうね、もうありあり、画家だし、ありあり。今回画家だし、こっから、まあそうだね、行きましょうか。もう船上です。そんなに？そう、船上まで行ってる。興奮。うわー、興奮だ。早く行けばよかったー。僕救助行きますよ。沼さんちょっと遠すぎるし。うん、一回普通に救助挟みます。遠かったですね。え、まさかそこ罠がなくなるよね。うん、あ、でもごめんなさい、僕手配とかバレてるな。え、それ降りたらでもあれじゃない？うん、はい、早めに。これ一発でタックルは入る。お酒飲ませてます？いや、飲ませてない。僕が最初に。うん、あ、これ僕に来るんじゃない？多分そっち行くかな。あ、僕だ僕だ僕だ。オッケーオッケー、なぜタックル。ほい、あ、これ作ろう。うん、お酒作って。これ飲んでいいな。はい、そうですね、ナイス。これも大丈夫。はい、さあ、桟橋行ってほしくない。はーい、とりあえずぶっ壊れてる。恐怖の可能性あるな。うん、こういうスリルがいいよね。ナイチェー。恐怖か恐怖じゃないかのこの瀬戸際、ほんとこれをいいよね。まあちゃんとね、チェーンをもらえればこの後伸びると。アスレチェイス。はーい。いやー、でもトラップもあるし、まっすぐだし。囚人が強いなー、村。救助待機行きますね。いや、無理か、さすがにきついか。うん、
アスレの多分一番奥釣るんじゃないかな、鹿救助狩り狙って。あ、違う、ここだ。はい、まあもうここまで入れたらいける。あら、まあ、かっこいい携帯品つけてるな、鹿ちゃん。窓枠に、うわ、待って、あのポジ、うわー、出たー、あー、出た、やだー、やばい、絶対殴らないでしょ、こんなの。わー、怖い怖い、あ、あれ、プレッシャーかけて、かけて、鹿っぽ、お、お、鹿っぽちじゃないで、あれ、ナイス、うわー、ナイス、惜しい、うん、けど、どうだろう、ただ、ナオさん、気づいてない、そう、もう僕、いけない、うん、ガカちゃん来るんで、もう二人で回してほしい。はい。うん、囚人さんと回してほしいな。ガカが A あるはず。A 持ってますね。あー、でもこれまずい。あー、いけなさそう。頑張る。あー、うわー。行くんだよねー。これいけなさそう。あー。あー。仕分けない。あー、かわいそう。言葉になってなかった今、僕ちょっときついか。まあ一応、後半入ったんで守りにはいけないですね。あれきついよね、トラップ置かれて、置かれると。でも、ガカちゃんかなりゲージはありますよ、2釣り目ですけど。これダメだ、あっち僕が行って、あ、間違えた。海賊中止は意味が分かんない。あ、間違えた、間違えた、間違えた。うん、大丈夫、囚人さん、行ってますよ。あれ、この、なんか囚人さんの部屋着感が、僕、あ、でもそろそろ行かないと間に合わない気がするけど、いや、囚人さん、そうだね。どうだろう、ちょっと時間が怪しいかもしれない、これ。あー、もう鹿ポジだ、これ。まずい、まずい、まずい。フラホあるっけ。あー。いやー、でも、いやー、ちょっと無理かも。え、うまっ、すんのめ、すんのめ、できた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 。うまーい。で、ハッチがあの海岸ゲートですね、海岸ゲート。できた、できた、すんのめ。これ、恐怖じゃないか。よく話したね、今の。あ、囚人追ってますよ。結構それありがたいかもしれない。で、うわー、これ難しい。あ、ノーはない、ノーはない。あ、けどまあきついか。ノーはないけどきつい。え、向こう行こう。うん、全然ありだと思う。画家に行くんだったらもう削除する。あ、画家のゲート寄せてますよ。これむしろありがたいかも。え、これある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 。ありますよ。あ、おろした。でもそこハッチだから、囚人さん、よちよちして、よちよちして、一切離れられれば、うん、で、罠仕掛けてる、罠。僕、フラフある。で、これ、動かけるんじゃない？囚人さん。いや、これね、多分、あれした方がいいな、囚人さん。もう潜けるか、僕バレてない、これバレてるな。あ、バレてた、ナイス。でもこれ、うん、ここでフラフォを使わなければ大丈夫。おお、かっこいい。で、囚人さんここハッチだから、どう、あー、でもどうだろう。あ、避けた、うまー、囚人、うまー、 MVP 囚人さん、すごいな、すご、全部がうまかった。